はい、こんにちは。今回は親友や実の兄弟など戦ってはいけない2人が戦った一戦を紹介いたします。45戦全勝 44KO の WBC 世界王者カルロス・ファラテと、29戦全勝 29KO の WBA 世界王者アルフォンソ・ファモラがノンタイトルで相まみえました。ファモラはアマチュア時代54勝 45KO 1敗の戦績を誇り、17歳で出場したミュンヘンオリンピックで銀メダルを獲得しました。プロデビューはファラテの3年後でしたが、サモラは剛腕で全ての試合を KO で勝利し、ファラテより早く世界王者になりました。ファラテは40戦目にして世界王座を奪取し、サモラと共にクーヨ・エルナンデス門下生として切磋琢磨し、ボクシング界を盛り上げました。しかしサモラは死のクーヨとの関係にひびが入って決裂し、同門の2人が決着をつけることになりました。試合は序盤から火の出るような打ち合いが展開され、恐れを知らないサモラはフルスイングの左右のフックで攻撃し、一方ファラテはインサイドからコンパクトでタイミングの良いパンチを放ち、正確さでファラテが上回りました。内側からパンチを放つファラテが徐々に優勢になり、第3ラウンド右のショートパンチでダウンを奪いました。続く第4ラウンド、ファラテは同門に襲いかかり、強烈な連打でファモラから2度のダウンを加え、元同門のファモラを破壊してしまったのでした。1997年7月 WBO 世界スーパーフライ級王者ジョニー・タピアと IBF 世界スーパーフライ級王者のダニー・ロメロが王座統一戦を行いました。タピアとロメロは共にアメリカのアルバカーキ出身ながら対照的な人生を送りました。タピアは両親が他殺され、厳しい環境で育ち、何度も刑務所に送られたのに対し、ロメロは勉強に励み優等生として育ちました。キッドダイナマイトと呼ばれた優等生のロメロは30勝 27KO1 敗と自慢の強打で KO を量産して、フライ級とスーパーフライ級の2階級を制したのに対し、悪童タピアはここまで40勝 24KO 2引き分けの戦績で、スマートでスタイリッシュな技巧派タイプで、2人ともロメロの父からボクシングを学びました。タピアはロメロの強打をさばき、綺麗なボクシングを披露し、後半のロメロの追い上げを巧みな防御でかわし、タピア優勢のまま12ラウンド終了しました。
モーリス・ブロッカー、サイモン・ブラウン。1991年3月 IBF 世界ウェルター級王者サイモン・ブラウンと WBC 世界ウェルター級王者モーリス・ブロッカーが王座統一戦を行いました。 IBF 王者のブラウンは12歳の時にジャマイカからアメリカに移住しボクシングを始めたのですが、そこでブロッカーと出会い、2人は親友となりいつも一緒に過ごしましたが、共に同じ階級で世界王者となって激突しました。188センチと長身の WBC 王者ブロッカーは左ジャブで距離を取り、177センチの WBC 王者ブラウンのパンチが届かない距離をキープし、硬いジャブを当て続け優位に試合を進めました。ブラウンは新人の頃、憧れのボクサーであるシュガー・レイ・レナードのスパーリングパートナーを務め、突進力や精神力を磨き、この試合でも劣勢の中徐々に挽回していきました。第9ラウンド終了の時、ブラウンのトレーナーが負けているからモーリスをノックアウトする必要があると言い、第10ラウンドにブラウンはパワフルな左フックでダウンを奪いました。ブラウンが早く試合を終わらせたいので追撃をする中、レフリーが親友対決を終焉させました。1993年6月、プロボクシング史上最も痛々しい試合、日本ストロー級1位江口久保選手と日本ストロー級3位の江口和明選手が相まみえました。2人は実の兄弟で、久保選手は江口家14人兄弟の6男で、和明選手は7男なのですが、2人は対戦のオファーを断り続けましたが、試合をするかボクシングをやめるかと追い込まれ、ついに実現したのでした。兄弟対決の一戦は、弟克明選手は本当に殴り合えるのか半信半疑で少し遠慮していた部分があったそうで、そこを突かれ初回早くもダウンを喫しました。兄を追って福岡から東京に上京しボクシングを始めた弟勝明選手はボディーブローで目が覚め、第2ラウンドに強烈な左フックでダウンを奪い返しました。2人が中学の時は兄が番長角であったため、弟は全くいじめに遭うことがなく、兄がいつも守っていたのですが、兄クソ選手はまさか弟からダウンを奪われるとは思っていなかったでしょう。話題作りで組まれたカードで、後楽園ホールは満員でしたが、兄弟が殴り合う展開に途中から満員の客席はシーンと静まり返りました。
おそらく痛々しくて見ていられなかったのでしょう。またレフリーも見ていられなかったようで、第5ラウンドが終了した時に兄の楠戸選手に、次に倒れたら試合をストップすると宣告したようです。そして第6ラウンド、兄の左アッパーで弟が倒れ、カウント7で立ち上がりましたが、レフリーが兄弟対決に終止符を打ちました。飛んでいきます。